どうもボルカです。現在時刻は朝の4時22分。朝と言えるのが微妙なほど早い時間です。ここは高知県の高知駅。なんでこんな朝早くに駅にいるかというと、朝が早すぎる列車が高知駅から出ているからです。今回は高知駅から出る朝が早すぎる特急列車に乗ってみようと思います。まだ朝が早すぎるとのことで、駅のシャッターも開いていません。さすがに早すぎたかな。時刻は4時26分ですが、もう少ししたらシャッターが開くと思います。こんな時間なので駅の周りもほとんど誰もいません。昼間はたくさんの人で賑わっているのに、こうなると少し不気味ですね。高知駅前の路面電車乗り場も当然ながら真っ暗。路面電車は6時を過ぎないとないので、4時台なんて真夜中です。こんな朝早くからどんな列車が走るのでしょうか。そして時刻は4時半となり、高知駅のシャッターがついに開き始めました。4時半から高知駅の1日はスタートします。大都市の駅並みに早いです。さて、これから乗る列車はこちら、高知4時51分発の特急四万十2号高松行き。これこそが高知駅から出る朝が一番早い列車、しかも特急列車です。特急列車がこんなに朝早くから動いているのは大変珍しい光景と言えます。普通快速列車でも4時台は朝早すぎる、特急列車だったら5時台でも早いと思うのに、4時台から動く特急列車、果たしてどれくらいの利用があるのでしょうか。シャッターが開いて中に入れれば自動改札は動いています。券売機も一番列車が発車する前から稼働しており、切符が買えないということも起こりません。指定席券売機も使えますよ。これなら特急券などを買っていなかった時も安心です。さらに緑の窓口も4時半からの営業。朝早くから本当にお疲れ様です。一番早い列車が特急列車ということなので営業しているのでしょう。窓口をなくしたり営業時間を短くしたりする風潮が加速する中、これはとても親切です。さて、こちらは高知駅の時刻表です。高知駅は土山線の駅で、土佐山田琴平方面の一番早い列車は赤い文字、つまり特急列車となっています。ちなみにその次の列車は50分も空いて、5時41分発の普通列車阿波池田行き。反対の伊野須崎方面は5時39分発の普通列車久保川行きが一番早い列車となっています。こちらに停車中の列車が高知4時51分発の特急四万十2号高松行き。早朝から元気、前面にはアンパンマンの姿がありますと思ったら、2両編成で後ろの車両は通常の塗装でした。まだアンパンマンも半分しか起きていないみたいです。高知駅から土佐山田琴平方面の特急列車は基本的に瀬戸大橋を渡り本州方面の岡山行きですが、朝夜の一部の便は瀬戸大橋を渡らない高松行きとなっています。岡山発着は特急南風、高松発着は特急四万十と名前も分かれています。車内へ入ります。2両編成で後ろの車両の後ろ半分が指定席、前の車両と後ろの車両の前半分は自由席です。グリーン車の設備はありません。 JR 四国の特急列車は自由席主体の列車が多く、この列車も例外なく自由席が大半を占めています。座席はガラガラですが、利用がないわけではありません。高知駅からは1両に5人程度の乗車。朝早い発車ではありますが、高松や岡山方面まで朝早く到着したい人には便利な列車です。
高知を出ると御免、土佐山田、大杉、大歩危、淡池田、琴平、善通寺、多度津、丸亀、坂出に停車します。4時51分に高知を発車します。まもなく6時、列車は徳島県の淡池田に到着。今日はここで下車します。高知を出た後の停車駅ではほとんど乗車はなく、高知からほぼ人数が増えずに淡池田に到着しました。淡池田からは1両に5名程度の乗車があり、この先はさらに乗客が増えていくものと思います。朝早すぎる特急列車とのことで運行がとても大変な列車ではありますが、高知から朝早くの移動はこの列車のおかげで予定の選択肢がかなり広がると思います。列車は香川県方面に向けて発車していきました。ご視聴ありがとうございました。